との特訓になりそうですね。嬉しいです。イワさん、しー、千里さんが起きちゃいますよ。けど起こさないと練習できないよ。あ、起きた。おはよう、千里ちゃん。大丈夫？みんな揃ってるなら起こしてくれればいいのに。千里ちゃん疲れてるようだったし、少し休ませてあげようって話しててさ。大丈夫？みんな個人のお仕事と両立してるのは同じ。大丈夫よ、心配してくれてありがとう。それにしてもちょっと恥ずかしいところを見せちゃったわね。ごめんなさい。けどここにいるってことは、千里ちゃんもパスパレやりたいってことなのかな。ええ、千里ちゃんのペースで頑張ろう。努力すれば夢は叶う。なんだか的外れな気もするけど、ありがとう。最近さ、夢って何なんだろうって考えてて、もしかして不可能を追い求めることなのかなって思ったんだけど、どうかな？合ってる？不可能、夢って不可能なことなのかな。私アイドルになることが夢だったし、アイドルになってライブやお渡し会したりすることも夢だったよ。でもパスパレに入ってどっちも実現できた。だから夢って不可能なことではないと思う。私もあやさんと同じ意見です。私は侍になることが夢なんですが、パスパレに入って少しずつ侍に近づいてきている気がするんです。例えばどういうところがですか？自分の気持ちにまっすぐでいること、一度言ったことをきちんと貫くこと、相手にその気持ちを伝えること。これは私がパスパレに入ってたくさんの人と出会ったことで実践できた武士道です。きっとモデルだけを続けて一人のままだったら、ここまで武士道の精神を実践できていなかったと思います。イブちゃん、どんどん頼もしくなってきてるよね。はい、侍に近づいているからこそです。なるほど。じゃあ夢も不可能を指す言葉ではないってことか。目標と夢はどう違うのかしら。もしかすると同じかもしれません。夢も実現できるものなんだって考えると確かに同じかもしれませんね。フィンランドで侍になりたいと思っていた時は、そんな人になれるのを夢見ていました。でも日本に来てパスパレに入って大変なことがたくさんありましたが、その度に武士道を思い出し乗り越えてきました。だから夢と目標は同じです。夢と目標はグラデーションでつながっているんです。夢と目標はグラデーションでつながってるか。それって侍になりたいなとぼんやりと夢見ていたけれど、武士道を貫いたことで今は侍になることが目標に変わってきてるってことですかね。その通りです。マヤさん、さすがです。グラデーションか。なるほどね。パスパレにいたら夢が何なのかわかるかもって言ってたけど、なんか本当にわかっちゃいそう。やっぱみんな面白いよね。普通夢と目標の違いなんてこんな真剣に考える？だってひなちゃんが言い出したことじゃん。でもひなさんはいつもいろんなことに気づくきっかけをくれます。どれもとっても大切なことです。夢に近づくと目標になるか。千里ちゃん、よかったね。何が？千里ちゃんだってちゃんと夢見てたんだよ、気づかないうちに。そうね、そうなのかもしれないわ。こんな私でも夢が見られるのね。うん。まやちゃん、どうしたの？ああ、いや、
自分ってその何か夢とかって持ったことあるのかなって思って。千里ちゃんみたいに知らないうちに夢持ってたんじゃない？なんというか、ここまでアイドルとして何とかやっていくのに必死だったので、アイドルとしての夢、目標、自分に何かあるんだろうか。